南大田駅は神奈川県横浜市南区南大田町丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK41 駅所在地の南大田に由来する。元来この地域は倉木郡大田村と称していたが1889年に都府と村大技大田となった。そして1901年に横浜市に編入された際、すでに 関内地区に大田町が存在しており、同地より南部に位置することから南大田町になった。6両編成対応の相対式ホーム2面4線を有する高架駅。中央2線は通過線で、福本線にホームがある泉駅と同様の新幹線型の配線である。このため、上下線とも優等列車の通過待ちが頻繁に行われる。構内の配線の関係上、 ホームには電子電令装置がある。安全側線があり、通過線にも出発信号機が設置されている。なお、2011年9月23日のダイヤ変更で当駅での日中の普通の解読退避はなくなったが、2012年10月21日のダイヤ改正で再びエアポート急行と解読の退避が行われている。このため、 日中の普通列車は上下線とも当駅で6分ほど停車する。ホーム有効調は6両であるが、退避設備は8両まで対応している。ホームの小金町よりにエレベーターが設置されている。当駅の通過線、副本線は原則として以下の通り使い分けられている。モーニングウィング号、京急ウィング号、海徳、特急、エアポート急行が使用する。普通が使用する。 また、改装などが通過待ちのために使用することがある。2019年度の1日平均乗降人員は17,523人であり、京急線全72駅中42位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は、下表の通り、カンナ中バス、横浜市営バス、総鉄バスにより、以下の路線が運行されている。 ありがとうございます。